ドフィーじゃんねー。今1番ファーストクリー、2番サード沢田、3番センターバス、4番ライトナオ、6番ショートも鍋、7番スタンドせいや、8番 DH 隼人、9番レフトミッシー、ピッチャー翔太、これでいくか。カバーとかそう、いいやから、ほんまにやった。はい、はい、さっきの試合の調子でこの試合臨んだらやられるんで、気持ち切り替えて1点ずつ取って絶対勝ちましょう。すごい。では試合動画の方をお届けしようと思います。 GBN 秋関西一部ヤンチャーズ、今日はキャリアさんとの試合です。負けたら終わりです。1番栗林センターフライでアウトになります。そして2番サーダーフォアボールを選びます。今日の相手ピッチャー、先発ピッチャー左ピッチャーです。そして沢田は盗塁をします。バッターを選びます。フォアボールを選びます。さらに沢田盗塁、ランナー1三塁になります。そしてバッターナウピー、ヤーマス走ってワンアウト2・3塁、カウント1・2。この球打てると思って手を出したが、最悪のサードフライ、アウトになってしまいます。ツーアウトになってバッターは橋口さん、ナオピーの巻いた種の掃除をしてほしい。これが三遊間ヒット、先制点を奪います。橋口さんにはすごい感謝しています。なんとかナオピーのミスを消しました。そして6番バッターナベさん、これがセンターフライになります。1点。今日の先発ピッチャーは森、このショートゴロ、鍋さんナイスショート、素晴らしいショートです。しかし2番バッターに綺麗なセンター前ヒットを打たれてしまいます。そしてバッターは3番バッター三振を取ります。これで2アウト2塁になります。そしてバッター相手の4番、追い込んでからこの球を逆方向に鋭い当たり、同点になってしまいます。めちゃくちゃうまいバッティングです。で次のバッターはサードゴロに打ち取ってナイスサードです。1対1同点です。8番上田隼人ファーストフライになってしまいます。そして9番ミシ、いい当たりもサイドライナーでアウトになります。先発森ナイスボール、今日も魂のこもったピッチングを見せてくれます。ナイスボール、ビタビタです。そして3回の表バッター栗林、珍しく三振をしてしまいます。そして山増、これもサードいい当たりもサードゴロになってしまいます。
3回の裏、先頭バッターをショートフライに打ち取ります。次のバッターにフォアボールを出してしまいます。そしてこれがレフト前ヒットになります。タイムリーヒットになってしまいます。そしてバッター強打者です。これがナイスゲッツー、素晴らしい、なんとか1点でしのぎます。4回の表、バッターは先ほどあっけなく打ち取られてしまったナオピー。これが抜けます。スリーベースヒットになります。そしてバッター橋口さん、ここでナオピーがミスを犯します。これインパクトゴーだったんですが、ちょっと僕間違えてスタートを切らない形になってしまいました。出ました、ボーンヘッドです。流れが悪くなります。バッターはナメさん、なんとかナオピーのミスを消してほしい。ファーボールを選います。ここでバッターは栗林の期待するバッター上田。この盗塁送球の間にスタートで1点が入り、さらに鍋さんは3塁に向かいます。同点になります。そして森井投手もナイスピッチングを続けます。しかしフォアボールを与えてしまいます。これがレフトフライ、アウトにします。そしてライトナッピー、なんとかフライを取ってアウトにします。この回をゼロで抑えます。5回の表ミッシーから、相手ピッチャーは変わりました。キャリアさんは何投手も6投手ぐらいいるそうです。これが内安打になります。ナイスミッシー。バッター栗林バント構え、ミッシー走る、これがタッチせずにセーブになります。そして栗林得意のバント、しかし珍しくフライアウトになってしまいます。バッター澤田、セカンドゴロ、アウトになってしまいます。そして山増、しかしショートゴロでこの回が終わります。5回の裏、先頭バッターをピッチャーゴロに打ち取ります。そしてこれもアウト。そして6回の表、バトナオピー、ファーストゴロでアウトになってしまいます。バッターは橋口さん、これもいい当たりもピッチャー取ってアウトです。なんとか3人で置いてはいけないバッターはナメさん、しかしセカンドフライに打ち取られて4、5、6の3人が打ち取られてしまいます。嫌な流れが来ます。先頭バッターにフォアボールを許します。そして次のバッター、この当たり
セカンドとセンターの間に落ちるヒット、さらに名手澤田が判断が遅れてセーフになってしまいます。そしてノーアウト満塁、1点もやれない。ナイスボール、三振に打ち取ります。ここでタイムを取ります。まだワンアウト満塁です。これの試合に負けてしまえば GBA の秋は終わってしまいます。このバッターサード、なんとか2アウト満塁までいきます。しかしこれが、しかし山増ナイスプレーでノーアウト満塁をゼロでしのぎます。7回の表、バッター上田、ピッチャー変わりました。めちゃくちゃ球が速い。しかし先頭バッターフォアボールを選びます。バッター森、これがショートゴロ、サインを打ち上げてツーアウト、ランナーなしになります。これ西、快速を飛ばしてセーフになります。そしてバッターはここで栗林、ミッシーが仕掛けます。盗塁成功。ここで栗林、このターンめちゃくちゃ良かったですね。やばいっすね。カウント2ボール1ストライク、これがファール、2-2になります。そして最後はカーブ、これは打てない。完璧に打ち取られてしまいます。最終回はピッチャー交代、鍋さんです。先頭バッターレフトをフライに打ち取ります。2-2、負けてはいけない、なんとか食らいついていきたい。そして次のバッターはピッチャーフライで2アウトまでいきます。そして最後のバッターをショートフライで打ち取って、この試合引き分けになりました。なんとか首の皮1枚つながりました。キャリアさんに対して2-2、いいゲームができたと思います。実力以上のものが出した試合でした。首の皮一枚繋がってる。マジ？いやー今日よう戦った。いやこれやったら来週も勝てるよ。何？いつも最終回の4対3で勝ってるのに。2回とも5対4。だからどうか。この番組は。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あ、いった、うわ、あ、おやらさて、いいね、あいつ初見で自分で判断するな。ストップ、ストップ、おいこだわりないから取ったやつを。で最初アシックスやったのに。おい、これエグい、これか、エグい、おい、待って、サードライナーや。おっしゃ、あ、バットがいい、
ハヤトがめっちゃ人うるすやん。探してるんじゃなくて、彼女を探してるだけ。いや、違う。あるぞ。おい。